こんにちは、森です。今回は私のレッスン動画になっております。会場はここ東京ジャンボゴルフセンターです。今回のレッスン動画はヘッドスピードを上げたい人向けの動画になっております。特にそうだね、振れなくなってきたとか、その振ろうとした時、飛距離出したい人もすごい多いと思うんですけど、そういう人もやっぱヘッドスピードってある程度やっぱ大事だと思うので、ヘッドスピードの上げ方ですね、女の人が多いかな、悩みとしては。その上げ方をちょっと今日は皆さんにお伝えできればなと思います。ちょっと道具がここにあるんで目線こっちばっかり行っちゃうんですけど、方法が重いものと軽いものを用意します。これは普通のツアースティック、何でも変な話、こういう棒がなければドライバーで大丈夫です。クラブの中で一番軽いのがドライバーになるんで、もしくはドライバーで、私こういう長くて重いバットとかあるんですけど、ない人は下2本、ウェッジ下2本持ってもらうか、竹ぼうきとかでもいいかな。ホームセンターとかで多分竹ぼうきとか売ってると思うから、竹ぼうきとかちょっと買ってもらってやるも OK で、すごい単純で、物を早く振る動作って日常してないと思うんです。ちょっとそれに慣れてもらうことが1個で、1個はこの長くて重たいものを軽く1回振る、1回とか何回か振る。でヘッドスピード上げたい人ってどうしても早く振りたいから、手だけでこうフッて振ってる人がすごい多いと思うんで、この長くて重たいものを人間振ってくださいっていうと、絶対手だけで振らないんですよ。なんでって、負荷が強くなりすぎちゃうから、腕に対しての。だから重たくてある程度長さがあるものを振っていくことによって、体全体で振る感覚を体に身につける。である程度ちょっと振るの慣れてきたら、この重たいのでできるだけ自分の中で振っていく。そうすると体全体を使って早く振るっていう感覚がまず身につく。これが1個。ちょっと喋れなくなっちゃうから、私ちょっとこれ終えるけど、多分5回10回ぐらい振ったらハーハーするんで、ちょっとやってみてください。でそれハーハーしちゃうと喋れなくなっちゃうから、私これでやめますね。でそれができたら、次軽いものを持って、ない人はドライバーで大丈夫、軽いものを持ってそれで全力で振ると、速さが出るんで、その速さに慣れる、体に慣らす。重たいものをブーンって振るのも体使って振るのに大事だけど、やっぱヘッドスピード上げるって意味では結局速くしなくちゃいけないんで、その速さに体をついてこさせる練習。だから練習器具で、なんかこっち持つと重たくなって、こっち持つと軽くなりますみたいな素振り棒とかあるんですよ。何だったかな、そういうの使ってやってもらうと楽かなと思うんですけど、物ない場合はなんかいろんなものを代用してもらって大丈夫、ドライバーでもいい。だからすごい軽いものでめっちゃ早く振った後にドライバー振ると、なぜかヘッドスピードが上がってる。ちょっとみんな試してもらいたいのね、それ。それをまず試してもらいたいのが1個で、この2つをそうだな、練習前練習後、毎日やってもらえばヘッドスピード上がりますよと。で次、じゃあ早く振る早く振るを意識してやり続けてると、だんだんね、お手手に力が入ってきて、多分すごい手が疲れてくると思うんです。なので意識としては体幹部分か下半身の方に持っていきたいんですね。なので早く振る際に意識しておいてもらいたいことが1個。早く振りますって振る時に重心下げた状態で、それを振っていきますって時に思いっきり地面を下にグッて蹴り上げる動きを使って振っていってもらいたい。よく言う地面反力ってやつですね。でどういうことっていうと、こういう棒を持ってふんって早く振ろうと、ちょっとこれやってもらいたい。
ちょっとやってみてね、みんな。こうやって早く振るつまんない、まあまあ早く振れるけど、すごい腕に力入るんですよ。これを膝を使って上げていくときにしゃがんで、伸ばすと同時、蹴り上げると同時にクラブを振ると、手に力入れずにこの先端が速く走るっていうのが体感できるんですね。これちょっと実際やってみてもらいたい。下がって蹴り上げる、下がって蹴り上げる、これをスイングで下がって蹴り上げるっていうのをやってもらうと、自然とヘッドスピードが上がるということですね。さっきの重たいクラブもそうだし、軽いものでも振っていくときに下がって上がる、上がるというか蹴るだね、下に下がって蹴り上げる。そうだから飛ぶ選手ってみんな結構ジャンプしてるじゃないですか、ポーンって。それはその反力で自然とヘッドを速く走らせてるっていうのと同時に、蹴り上げると自然と腰が早く回るんですよね。これをみんな勘違いしてこう上げてった時にこう早く切ろうとするんですけど、これただ体開いてるだけなんで、それをちょっと防止するためでもある。この体幹部分の、体幹に近いところのその回転速度が上がれば、末端に行くこのクラブヘッドも早くなりますよという感じ。できるだけここの体幹部分の回転速度を上げたいんですよね。だ女子プロとかスイング見てて、なんかすごいゆっくり振ってるのになんか飛ぶよねみたいな人いるじゃないですか。あれってゆっくり振ってるっていうよりかは、ここの体幹部分の速度が速いだけで、別にゆっくり振ってるわけでもなく、なんかヘッドスピード上げたいよって人は、この末端のヘッドのスピードを上げるというよりかは、ここの速さを速くするのがめっちゃ速い。その方法として重たいものを振って体幹使って振る、で速く回す速度に慣らすために軽いものでまた振る。じゃあここを速く回すためにどういう風にするかっていうと、地面反力って言って下がって蹴り上げる。これをこの3つを意識しておいてもらうと、意識しながら練習するとヘッドスピード上がるかなという感じ。おさらいすると、まず重たいもので5回ぐらいこう体全体で振る感覚を身につけたら、全力で振っていく。で2個目が軽いもので、さっきと同じように全力で振る。速さに慣れましたってなったら、それらを地面反力を使って下がって蹴り上げる、下がって蹴り上げるっていうのをやると、ヘッドスピードが上がってきますよと。で結構これ速攻性もあるんですけど、やらなくなるとまたすぐスピード感って戻っちゃうので、必ず毎日続けるのがすごい大事だから、まあこんないろいろ道具持ってってなると練習場でやることが多いと思うんですけど、ないよって人はもうドライバー1本で、さっき意識した地面張りを意識しながら全力で振るっていうのを継続してもらいたいです。継続していけば必ずスピード上がってきます。実際に1週間ごめんなさい疲れてあれちょっと息切れてる、1週間女の人で続けた人で、これ続けて30ヤードぐらい距離が結果的に出たって人が、1週間続けて1週間後に10ヤード伸びて、1ヶ月後に30ヤード伸びたっていう人が実際にいらっしゃいますので、ぜひこれを継続して、スピード感を身につけて飛距離アップにもつながってくれると嬉しいなと思ってます。最後1点注意点なんですけど、3つのポイントをお伝えしたと思うんですが、最後の3つ目地面反力に関しては、ある程度こう基本が出来上がっている人向けで、ある程度もう距離が出てるけどもうちょっとあと距離欲しいよとかっていう人向けにお伝えしているので、まだこう
ゴルフ始めたばっかりだよとか、もうそもそもまだボールもちゃんと当たってないよという人はやらない方が絶対いいと思います。逆に当たらなくなる可能性もあるので、必ず基本を作ってから、その後ある程度距離が出てきて、距離が安定してきて、そのさらに先を目指したってなった時に、していただきたいなと思ってます。ただ最初にお伝えした2つ、重いもの振ります、軽いもの全力で振りますってところは、初心者の方から上級者の方まで、やってもらいたいというか、やってもらうと、そういうスピードアップにもつながってくるので、そこ2つは全然大丈夫です。最後の3つ目に関してだけはちょっと対象者が限定されちゃうので、それだけちょっと注意しておいてもらいたいなと思います。はい、今回の動画はスイングスピード、ヘッドスピードを上げたいよっていう方に向けた動画でした。ぜひ試してみてください。私のレッスンなんですが、ここ東京ジャンボゴルフセンターで受講可能です。他にラウンドレッスンもしているので、ぜひ気になった方は私のインスタグラムの DM やメールで連絡をしていただけたらなと思います。インスタグラムのアカウントやメールアドレスは概要欄の方に掲載してありますので、ぜひそちらから連絡ください。この動画は以上になります。ありがとうございました。